ハガードに今から行くところですね。ハガードへ。ここで起きたことの答えを知りたければ、ハガードに行くしかない。行こうじゃねえか。ハガード、あれどういう位置づけなんだろうね。ハガードってなんか別世界みたいな、オムニアムタワーからしか行かれないのかな。あ、どこ行けん？この上か。建物内でバイクを乗ります。あれか、博士。ハガードは十分な誠意を見せました。協力を。誤解しないでちょうだい。ここに来たのはあなたたちが過去にしたことについて聞くため。どれだけ時を経ても賢くはなってないみたいね。残念だわ。次に会うときはその高慢ちきな顔を見たくないわ。次があればの話だけど。お？博士、あなたとエルリックさんは。驚かせて悪かったわ。さっきの話ですけど、ハガードは昔何をしたんです？あら、我らがエルリック様から何も聞いてないの？不義理をしてるのは私にだけじゃないよね。答えが欲しいなら直接本人に聞けば。私はとにかく今すぐここを離れたいの。エルリックさん。博士の言う通りだ。ハガードは多くの誤った決断を下してきた。厄災に見舞われる世界を前に懸命に力を尽くそうともした。だがそんな努力も全て徒労に終わっていた。足元にある大地はこの世界のほんの一部に過ぎないからな。全ては変わり果てたのだ。我々はオムニアムを発見。傲慢にもオムニアムを制したと思った。傲慢にもオムニアムを制した。なんかおかしい。時間がおかしくなってる。輝かしい未来が来ると無邪気にも信じたのだ。だがそれは恐ろしい過ちだった。バグではないよね。原因不明の異化現象が至るところで発生し始めた。後にオムニアムの放射によるものと分かったが、時すでに遅し、全てを取り戻すべく我々は闇に眠る禁忌を犯すことにした。オムニアムで時空構造に干渉し、タイムラインの一部を抹消したり逆回転させたりしようとしたんだが、うまくいかなかった。我々は時間に見捨てられた人類だ。時間に見捨てられた人類。すまない、隠すつもりはなかった。だが過去のことは外の人間には話しづらくてね。今のムービー一旦区切る必要あったの？我々の理解を超えている。その中でも最も難解なのが、
時空構造の安全性に対する影響についてだ。簡潔に言えば、オムニアムには時空の逆転、ひいては時空の歪曲すら引き起こす力がある。つまりタイムリバースってことですか？タイムリバースはその最も分かりやすい特性の一つに過ぎない。それはつまり、タイムライン上の現在に属するある一点を過去の位置に引き戻すというものだ。タイムリバースを引き起こした個体が今のタイムラインから飛び出すノードを見つけたとする。するとその個体は物事の進む方向を変え、新たなタイムラインを作り出すことができる。その話はドクター・クレアから聞きました。彼女と夫のルーンはかつてハガードの上級研究員だった。この分野に関してはプロだ。そして私は彼らのプロジェクトリーダーを務めていた。我々は長年の仕事仲間だ。あの時私たちはその発見がもたらす無限の可能性に希望を抱いていた。みんな疲れも知らずに働き、新しい研究成果を得ようと躍起になっていた。だがその時点では自分たちの研究がこの世界にとてつもない影響を与えるなどとは思ってもみなかった。歯車が狂い始めたのは1回目のタイムリバースが成功した後だ。当時の第9地区のオフィサーカールが過激な実験プランを提案してきた。カールはプロジェクトチームの中から志願者を募って実験に参加させようとした。だがドクター・ヘンリーは安全性とリスクの観点からカールの提案を拒否した。プロジェクトは一旦ストップした。だがその後さまざまなことが起きて、結局最後にはカールがドクター・ヘンリーを説き伏せた。しかも彼らはクレアに黙って彼女の夫ルーンに会い、実験に志願するよう勧めた。その結果実験は失敗した。そうだ、50年前のアクシデントでルーンは時間の荒波に飲み込まれた。そしてクレアもここを出て行った。博士がどうしてあんな態度を取るのかやっと分かりました。タイムリバースの技術開発が進むと、カールは我々に大胆な考えを示すようになった。タイムライン上で折り返したり移動したりできるようになれば、理論的には時間の束縛から完全に自由になれる。我々はいかなる時間、いかなる地点にも行ける。そこには時間の因果律は存在しない。我々にとってはもはや過去も未来もない。永遠に現在にとどまるだけ。そしてその現在は永遠だ。つまりあなたと博士は50年前の話をしていたんですね。でも二人ともとても若く見えますが。ああ、私たちの時間は永遠に過去にとどまっている。だが君たちは今この瞬間も前に進んでいる。それがカールの望んだことなんですか？時間を司り全てを掌握するというカールの夢は実現できたことはなかった。私たちのように過去にとどまる者たちは永遠ではなく永遠に縛り付けられているに過ぎない。永遠の中の1秒から金輪際抜け出すことはできない。あ、アクトさんお疲れ様。パイモンのマークがあるパイモンの絵文字があるな。大厄災がどういうものだったか教えていただけますか？私はあれを第二次タイムリバースと呼んでいる。我々はあの無謀な賭けに負けたのだ。初めてのタイムリバースの後、我々はさらなる研究や実験を進め、タイムルインズをいくつも作った。タイムルインズに逆方向のタイムエンジンを取り付け、タイムリバースによって生じる時空の乱れを相殺しようとした。それがリスクヘッジのために用意したプラン B だった。その後のことは君がさっき見た通りだ。
オムニアム放射線が漏れ、事態は急速に悪化した。その対応策としてカールは第二次タイムリバースを決行した。だが様々な理由でタイムリバースは失敗に終わった。時空の乱流が我々の世界を欲しいままにねじ曲げ、都市や文明が忽然と消えた。つまり時空の乱流が陸地や文明のほとんどを消し去ったということですか？あるいは消されたのは私たちの方かもしれない。我々が元の世界から切り離されたのだ。我々は自分たちがオムニアムを理解し掌握していると思い込み、自らの傲慢さや愚かさから目を背けていた。タイムリバースが失敗した原因は？残された観測データによれば、誰かがタイムエンジンを起動する際にパラメーターを改ざんしたようだ。意図的に改ざんされたんですか？アイダの子だ。奴らは決してオムニアムに反対する烏合の衆ではない。あの謎めいたサーガもオムニアム時空の特性を我々以上に理解している。私は疑ってすらいるのだよ。奴こそが最も永遠に近づいた人間なのではないかと。タイムリバースの技術開発が進むと、カールは我々に大胆な考えを示すようになった。タイムライン上で折り返したり移動したりできるようになれば、理論的には私たちのように過去にとどまる。大悪祭が私は疑ってこれも聞いた。タイムリバースの技術開発が進む。私たちのように過去に大悪祭が私は疑ってすら言われた。やつこそが最も永遠に近づいた人間なのではないかと。ハガードについて聞いたって。ハガードはタイムリバースの技術を使いこなせるんですよね。それならなぜもう一度逆回転を起こして第二次タイムリバースの失敗を挽回しないんですか？静かな池に石を投げ込むと水しぶきや波紋が起こる。その時どうすれば池を穏やかにできると思う？わかりません。第二、第三の石を投げ込んでも意味はない。水面が自然と穏やかになるのを待つ。それが正解だ。我々も最大限力は尽くす。この世界をオムニアムの危険から守る準備ができ次第、次のタイムリバースの検討に入るつもりだ。ややこしい話になってきた。事の次第は十分理解できたはずだ。これからは自分が何のために働いているかよく考えて行動してほしい。まだ停止していないオムニアムタワーが2カ所ある。謎のサーガが何を企んでいるかもわからない。我々に残された時間はもうわずかだ。次の目的地はキリオン鉱山のオムニアムタワーだ。だが近頃あそこでは奇妙な病が流行していると聞く。鉱山のボスはジンという男だ。彼とは長年仕事上の付き合いがある。彼に助けを求めるといい。フランツさんはすぐには動けない。だが手元の仕事が終わり次第、鉱山で君と落ち合う予定だ。近頃アイダの子は鉱山での活動を活発化させているようだ。任務遂行の際は十分注意してもらいたい。良い知らせを待っている。なるほど。レベルギフト。
2、4、1、2、3、4、あ、4章目が開いたね、今ので。キリオン鉱山の方だろうね。一応メインのところは、メインのところが完成になったら次のところに進めるっていうことなのかな。で、サブクエとかもある。これどうやってあれするんだろう。クリアできてんのかな。とにかく原神バージョン 3.0 までに6章のこのストーリーのところを最後まで進めておきたい。よし。ロボット、デサール。これ、あれ、こいつって、あれなのかな？なんか話したやつかな？話したやつっていうか、ストーリー上出てきたやつかな？あの人持ってなかったのかな？これだよね。これ1個目だっけ、これ。アンブリッシュじゃない。1個目か。あ、初か。あ、違うわ。4個あるわ。全然初じゃなかった。めっちゃ持ってた。弓矢はなぁ、もうあるしなぁ。4凸したわ。まあ、すぐ使わんから、ええだろう。これ、5、あと1個だね。まだ赤いな。あ、これか。なるほど。ここはもうあるか。全体のマップ見れないんだ。一旦ここでんとダメなんだ。転送する場所。キリオン鉱山に行き、オムニアムタワーを止めよう。転送ゲート開放しとってよかった。昨日1時間くらいかかったかな、転送ゲートとりあえず全部開放しようと思ってやってたらね。
こっから切り替えようかな。